皇宮警察本部は警察庁に置かれている付属機関の一つ。警察法第29条の規定により、天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の護衛、皇居及び御所の経営、その他皇宮警察に関する事務を司る。本部所在地は東京都千代田区千代田1番3号。本部長は、 皇宮警視官の階級の皇宮護衛官であるが、官令により、内閣府事務官である区内庁職員にも併任される。本部の文章は53切りである。警察庁公式サイトには、皇宮警察本部の英文名称が、インペリアルガード、ヘッドクォーターズと示されている。ザガードは、この衛兵を意味する英語である。太平洋戦争で、日本が敗れるまで、宮城の警備に当たっていた。 この絵師団の英訳は、インペリアル、ガードディビジョンである。区内省時代の皇宮警察の、遠隔皇宮警察の警備車両京都御所の皇宮、警察車両儀礼服姿で、皇居正門警備に向かう、皇宮護衛館。皇居内にて、撮影皇居のうち、宮殿及び皇居東御苑等の区域を担当する、坂下護衛所、御所、九中三殿等の区域を担当する、 吹上げご栄赤坂御用地及び時は待つ御用邸の区域を担当する赤坂御用邸所が設置されている。東京都以外では、京都府には、京都御苑、桂離宮、修学院離宮及び焦燥院の区域を担当する京都御用署を置き、神奈川県の葉山御用邸、栃木県の那須御用邸、御陵牧場、静岡県の須崎御用邸、奈良県の焦燥院には、 航空護衛官発出所が置かれている。航空警察音楽隊また各所には消防車が配備されており、皇居や5社の消防の業務を担っている。このほか航空護衛官の育成のための航空警察学校や航空警察音楽隊、航空警察特別警備隊などもある。2009年度に警務部長ポストを廃止、副本部長を設置した。航空警察本部の定員は、 警察庁の定員に関する規則により規定されており、2020年4月1日現在、皇宮護衛官932人及び事務官等40人の合計972人である。また、毎年1月下旬に年頭支援式があり、側 A 車両部隊や騎馬隊など約11部隊260人程度が皇居東御苑で式を行う。ありがとうございます。